終わりです。今回もまた商品紹介の動画になるんですけども、それがこちら、まあ、スイッチボットっていうね、以前俺が一回、まあ、音質時計とかがすごい機能的で爬虫類飼育とかにも使えてすごくいいですよっていう風に紹介した商品なんですけども、まあ、このスイッチボットっていうメーカーさんがいろんな無線のね機械を出していて、他にもねいろいろ爬虫類飼育に使えそうなものがありますし、さらにそれを組み合わせることによってね、まあ、より爬虫類っていうかもうペットの飼育自体がね便利になるなっていうのがありましたので、今回それをご紹介させていただきます。まずこちらが見守りカメラ。今回紹介するのはこの見守りカメラっていうのと屋内カメラ、あと人感センサーと改変センサー、あとハブミニっていうね、この商品を使ってできることをねご紹介していきます。まずはこの屋内カメラ、まあ、このねマイクロ USB 給電で、この土台は中に磁石がついてるんで、まあ、鉄板とかであればそのままねパチッとつけれますし、まあ、ネジ穴がついてるんで、まあ、いろんな壁とか天井にもつけることができます。でこうやってある程度好きに向きを設定して、設置することができます。スイッチボットの公式のスマホのアプリと連携すると、これでリアルタイムで映像がアプリから確認できるし、マイクロ SD を入れておくとマイクロ SD の中とか、あとクラウドに接続しておくとクラウドの方に録画したデータを保存しておくっていうこともできます。でその録画のタイミングも常に録画しておくのか、このカメラ自体に動体検知、つまり物が動いた時に反応するような仕組みもすでに内蔵されてるんで、動体検知した時だけ録画するとか、そういったこともできます。これがスマホの操作画面なんですけども、いろいろと機能がありまして、まあ、写真を静止画を撮ることもできますし、ナイトビジョンっていうね、夜暗いところでもしっかりと録画ができるっていう機能もあります。まあ、これをこの自動にしておくと、暗くなったら勝手にナイトビジョンボードになってくれます。でこの屋内カメラのさらにもう上位互換的な存在が最近出ました、この見守りカメラなんですよね。この見守るカメラはさっきの屋内カメラに備え付けられている、まあ、録画とか動体検知とかナイトビジョンみたいな機能が全部ついていて、さらにスマホのアプリと連携して、このスマホのアプリをいじることによってカメラの向きをこうやって変えれるんですよね。これ左右は360度、上下も115度動かすことができます。相当いろんな範囲を監視することができますね。でこれすごいのが自動追尾っていう機能もあって、これをオンにすると本当に俺がこう動くとカメラがその向きに応じて追いかけてくるんですよね。これでまあ侵入者とかペットの動きを自動で追ってくれるわけです。ちょっと忘れてた、このカメラね、どっちもスマホからこのスマホのアプリのマイクマークを押しながら、どうもワニです、まあ、こんな感じでこっちの声をまあこのカメラから伝えることができるんで、まあ不審者が入ってきた時にまあ通報するぞみたいな脅したりすることもできるってわけですね。この見守りカメラを1個ねケージ内にこうやってつけておくと、こうやってねペットの動きを自分の指でこうスワイプして追いながらケージ内をチェックできます。例えばこの間みたいにね地震があった時にケージ内大丈夫かなって屋外から確認することもできますし、まあ仕事の合間とかにねリクガメがひっくり返って動けなくなってないかなとかね、そういったことを確認することもできます。で底面にちゃんとね取り付け用のパーツとかもあるんで、これをつければね床に置くってだけじゃなくて、こう壁につけたりとか、まあ、天井にこうやってつけたりすることもできますね。こうやって天井とかにつけとけばペットに触られてカメラの向きが変わっちゃうとか、そういったこともなくなりますね。まあ、こちらはねこのスマホの Bluetooth が届く範囲内だったら Bluetooth で制御できるんですけども、まあ、外出先とかもうインターネットを経由して管理する場合はこのハブミニというね商品が必要になってきます。これに Wi-Fi をつなげて、まあ、これを経由してねインターネット接続できるようになります。まあ、この屋内カメラとか見守りカメラだけでも十分すごいんですよ。まあ、動体検知もできるんで生き物の動きとかも追ったりすることができます。でもここにスイッチボットの他の商品を組み合わせることによってさらにいろんなことができるようになるんですね。例えばこれスイッチボットの開閉センサー、このスイッチボットの開閉センサー、まあ、開閉センサーっていう名前の通り、開けたり閉めたりを感知するセンサーになるんですけども、まあ、ここにマグネットと本体部分があって、これが開くと開いた、まあ、これがしっかりついてれば閉じてるっていう状態になるんですよね。まあ、これ開けたり閉めたりだけじゃなくて、こうやって開けっぱなしになってたら開けっぱなしっていう表示もできます。その開けっぱなしはね、なんか1分以上とか5分以上とかいろいろと自分の好きな時間を設定できます。で、これすごいのが、この開閉センサーにも動体検知の機能がついていたり、あと部屋が明るくなった暗くなったっていうのを判定する機能もあるんですよね。で、スイッチボットのすごいところって、この複数の商品を連携させて、いろんな指示を出せるってところなんですよね。だからこの開閉センサーを見守りカメラと連携させて、このハブを使ってインターネットに接続してるとできる機能なんですけども、オートメーションっていうところから、シーンを作成。で、まずアクションの条件を追加します。この条件が、開閉センサーが開いたとき。で、次にアクションを設定します。これで見守りカメラの
録画をオンにするとしますと、まあ、開閉センサーが開いた時に見守りカメラの録画が始まるっていう風な設定になるんですね。でこれもまたいろいろ機能があってね、日時設定でなんか何曜日だけやるとかそういった設定もできます。でこのシーンを作成して実際に開閉センサーを開けます。するとほら録画が始まってますね。この開閉センサーは、まあ、人の出入りとかを感知するのに使ってもいいんですけども、ペットの脱走とかの対策にも使えると思うんですよね。こちらのケージにいるのは我が家で最も大きく恐ろしいヘビ、スマトラブラッドパイソンのフルブラック。ブラッドパイソンってまだまだもっと大きくなるし、結構パワーのあるヘビなので、ちょこちょこツイッターとか見てるとこのケージのガラス戸割っちゃうみたいな話もあるんですよね。そうでなくても結構パワーもあるし、賢いヘビなんかだと一回このガラス戸開けれちゃうって覚えちゃうと、もう何回も開けて自分で脱走しちゃうってこともあるんですよ。まあ顔をこうやって押し付けてこうずらしてね、開けちゃったりするんですよ、ちょっとだけ。でこんぐらい開いてればもうねヘビは脱走できちゃいますから。うちはまあ脱走対策にね、こうやってロックをつけてますけども、これがね、何かしらの拍子で外れちゃうとか、俺が突き忘れちゃう可能性もあります。それを防ぐために、このケージの扉にスイッチボットの開閉センサーをつけておくんですよ。こういう引き戸の場合は、スイッチボットの推奨としては、まあこんな感じでつけるって感じですね。でもこんな感じでつけても使えると思います。もう早速、普通につけちゃいます。まずは開閉センサーの本体の方をこの上につけて、で、この後端に合わせるように、マグネットを設置すると、まあ、ちょっと隙間が空いてますけどね、この程度だったらまだ閉まってる判定になります。2センチくらいまでは閉まってる判定になります。でこの開閉センサーをつけておけば、このガラス戸が開けられると反応して開いたっていう表示になります。でアプリの方で開閉センサーの通知設定を取っておくと、こうやって開いただけでも携帯の方にプッシュ通知が来ます。このガラス戸を開けて脱走したとかじゃなくて、このガラス戸を割ってしまった場合でも、まあ、結局このガラスがね砕けてこのマグネットが落ちるんで、本体とマグネットの距離が空いて開閉センサーが作動しますから、割れた場合も感知することができますね。でさっきのこの見守りカメラをケージが見れる範囲に置いておけば、開閉センサーでね開いたって通知が来たけど、実際ケージの方はどうなのかな、ガラスが割れてんのかな、ヘビが逃げちゃってないのかなっていうのがリアルタイムで映像としても確認できるというわけですね。でさっきみたいに開閉センサーの開いたっていう条件で見守りカメラの録画が始まるように設定しておけば、リアルタイムで映像を確認できなくても、開いた時にどういった動作があったのかっていうのも後から映像が確認できるわけです。でこの開閉センサーをさっきも言ったみたいに開けっぱなしにしておくと、開けっぱなしっていう状態の認識ができるんですよね。で設定で開けっぱなしの状態の時にも通知を取るっていう設定をしておくと、スマホのプッシュ通知に開けっぱなしですよっていう通知も来るんで、ケージの閉め忘れ防止もこの開閉センサーでできるんですね。この開閉センサーはまあこういう引き戸だけじゃなくて、いろんなね、もっと他にもいろんな両開きの扉とか水槽の蓋なんかにも使えると思います。だから本当に人間の出入りだけじゃなくて、いろんなペットの脱走対策にも使えるセンサーっていうわけですね。まあ、スイッチボットさんね、他にもいろんな商品出してまして、いろんな組み合わせでいろんなことができるんですけども、それはまたね、他の人がたくさん動画を出してるんで、そちらをご覧いただいて、今回俺はね、ペット飼育における利用方法について考えてみました。なんと嬉しいことに、この見守りカメラが3月26日、まあ今日ですね、から開催されます、スイッチボットウィークという期間中に割引コードを利用することで、最大 35% オフで購入することができるというわけで、この機会にぜひ皆さんもね、買ってみると、ペットライフがより充実して安心なものになるんじゃないかなと思います。という感じで今回の動画はこれで終わりです。また次の動画でお会いしましょう。